はい、じゃあ、まあ、さっきあのチャレ級のね落ち込んなし回復なしの方行ったんで、ちょっと、ね、今回はですね、まあ、チャレ級のあの上の方、5秒固定ね、あごめんちょっと下ちょっと若干ネタバレしたけど、まあネタバレつってもこれ過去のダンジョンだから別にいいか。今回ねこの操作時間5秒固定の方にね、やりたいと思います。で、今回ねまあこの5秒固定やるんですけど、今回ねゴルケイオスでいきます。はい、あのさこれ確かあれだよね、あのダンジョンの固定ってさ、あのリーダースキルの固定でなんか上書きできるよねこれって。まあねそれだったらねどうせならもっと操作時間長いやつ使えばいいと思うんだけど、ちょっとやっぱ今回ねそう俺もこのキャラすごい気に入ってるからさ、ゴルケイオスね、そう、まあ、ただどうなんだろうね、あのさこれさ見たらさこれなんかさこれ見たらさこれなんかさバトル1なんだよ、だからさなんかあれなんじゃないかな、パズル教室ワンチャンあんのかなとか思ったけど、まあ、それだったらさもう絶対ねもっと操作時間長いやつでやればいいんだけど、まあ、チャレ級だからささすがにねそんな甘くないと思うんだよ、だから多分普通だと思うんだよね、パズル教室ではないと思うんだけど、まあちょっとね今回ゴールケイオスでね、まあ、やってみようと思います。でまあアシストとかはもうなんか体勢積んであとは適当にねいろいろなんか強そうなスキルをただ集めてみただけなんで、まあとりあえずねこれでいってみます。なんだっけバルボアか、うわ遅延やってくんのか、あでもそれだけなんだ、あさあこれ6個無吸収さえもさこのパーティー結構辛いと思うんだよな、ただあれなんだね、ドラゴンマシン神だからまあ、カーリーがね一応神キラーあるからね、うん、まああとは特に刺さらんか、まああれだねパズル教室じゃなくて普通のダンジョンみたいな感じだけど、いやどうなの、でもねこのパーティーねさすがに HP25 万もあるし、え余白ね、いやこっからだよな、いや何それ、え何それ、いやまあ、あここはまあさすがにまだ大丈夫、まあ3色経験貼れるからまあ適当にこれルーレット合わせてOK、じゃあ左側が闇か、左側が闇のタイミングで、ずらし、いや待ってよ、ってかさダメージやばくねこれ、何これ、ものすごい食らってんだけど、マジか、じゃあちょっと回復を頑張って拾うか、 OKOK、 待ってよ、やばいやばい頭混乱してきた、左が闇ね、左が闇のタイミングで話す、いきます、やばい、やべ、やっちゃった、なんだよこのサッチは、いやこいつダメージや頭おかしすぎるだろ、なんだこれ、じゃあもう一回やっていきます。ちょっとさっきさ回復あの拾うのちょっと遅れちゃったんで、まあ今回は大丈夫さすがに、オッケー、左が闇、はい、まあ、これで一旦経験張りましょう、まず、うわーやべ根性発動しちゃったな、待ってこれ、76、 これ76じゃないとやばくない、やべこれ普通に難しいこのダンジョン、オッケー、じゃあねとりあえずちょっとルーレットをまあ揃えてきたんで、あまあこれで一旦ちょっと頑張ってみようかな、
いやこれいけんのか、これ大丈夫かな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もね、右下の下から2番目、ちょっと待って、水にしとくか。あ、水じゃねえ、木だ。OK、これで OK、OK、じゃあこれでちょっと一旦やってみます。ただあれだね、ダメージ軽減とか貼ってないから、まあそこさえどうにかなりゃいけるな。 OK、 じゃあ行きます。まあ行くタイミングが別にもういいか。はい、まあとりあえずこれで一旦もう一回半分やって OKOK で、あとは普通にルーレット揃えて、倒せばいいって感じかな。じゃあね、またここへルーレット揃えます。じゃあ一応ルーレットまあ揃えました。あの左の4つのやつ、あれが木で、右側の3つ並んでるやつが闇になったタイミングで、あのパズルをやめればいいという感じですね。なるほど、今回そういうダンジョンなんだね。よし、じゃあ行きます。待てよ、配置覚えた？ OK、OK、OK。 いや、まあ、なんか頭おかしくない？なんだよこれ。行きます。あ、やべえ、間違えた。うわっ、遅くなっちゃった。やってしまった。よし、まあとりあえずね、あ、戻ってきました。もうやばい、待って、意外とむずいんだけど、マジで。くそ、いやちょっとこれ早めに決めないとさ、もうルーレットせいでさ、マジで頭がおかしくなる、本当に。もう早くクリアしたい、マジで。ちょっと待ってよ、ちょっとね、ゴールケイオスの7秒が意外とね短く感じちゃうわこれ。いや俺がもっとパズル早く組めばいいだけの話なんだけどね。まあとりあえずちょっとまずルーレット揃えろ、揃えよう。じゃあはい、まあとりあえずね、まあとりあえずやってみるだけやってみよう。まあまあ7コンボださえ組めばいいんだよね。でたださ、これさ、これちょっとさ、こいつに何回か負けたんだけどさ、こいつあれなんだね、なんか防御力もあるんだね。本当にめんどくさいな。左が闇で右が火のタイミングで離します。だからとにかくまずはあの素早く組んでおいて、あとはルーレットでこうね色が来るのを待つっていう風にしよう。とにかく早く組もう、早く。そう、このね真ん中で5コンボさえ組めばもうね、こいつは倒せるから普通に。じゃあ行きます。左が闇ね。これさ、ルーレットの感覚って 0.5 か。どうする、これちゃんとさあれかな、数えた方がいいかな。数えるっていうか、その7秒だから、1周期が3秒でしょ？ってことは、あれか。じゃあ、左が木になったタイミングでパズル始めればいいってことかな、これ。そういうことかな。じゃあ、OK。じゃあ、ちょっとそこも意識してやるか、じゃあ。じゃあ、左が木になった瞬間に、いきます。オッケー。まあちょっとつながっちゃったけど、まあさすがにいけるでしょこれ。よーし、いやーいいね、なんかこういう癖の強いチャリ級久しぶりだから、なんか普通に楽しかったわ。結構負けたけどね。うん、いいねこういうのも。まあというわけでね、
もうあっさり、あっさり、あっさり終わったけど、なんか、いやまあまあ楽しかったからいいや。はい、じゃあ終わります。